ここでチャンスには滅法強い立浪、ここまで1安打。さあ試合再開です。第1球を投げました、打ちました、ファールボール。第2球を投げました、変化球ストライク低め、縦のカーブを使ってきました、投げました、打った、一塁送球、滑り込んだ、アウト、スリーアウトになりました。攻撃、この回のトップバッターは江藤、ここまでノーヒット。第2球を投げました、スライダーストライク、セットから投げた、インコース決め、空振り三振、見事なピッチング。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番阿部、ここまでヒットは1本、直球決まったストライク。さあ次の投球です。お、フォークボール外れました、わずかに外、足が上がって投げた、バットのやや先端、これは面白いところに上がっているが、福留前に出る、おっとラッキーなヒットになった、掴んで、ワンアウトランナー一塁に変わります。今日ヒットを放っている二岡、第2球を投げた、大きなスイング、空振り、縦のスライダー、ワンバウンド、ボール、これはわずかに低いか、ランナースタートを切った、投球ストライク、二塁送球がどうだ、セーフ、盗塁成功。さあプレー再開、低め、空振り三振、ここで対応、どうやらピンチヒッターを送り込むようです。ここでピンチヒッター元木、一打同点の場面を迎えています。流し打ちどうだ、掴みました、岡本、2アウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張っています。8回表、工藤、降板、志向月、マウンドに上がりました。第1球を投げました、チェンジアップ決まってストライク、ワンマシンから投げました、速球見送ってボール、ワンエンドワンから投げました、膝元、速球ストライク。次は4球目、投げました、スライダー見送ってボール、これはわずかに低いか、追い込んで投げました、第5球目はボール。ドラゴンズここまで8安打。さあ6球目、流し打ち、取りました、ワンアウトです。バッターは5番ダレックス、これが4打席目になります。投げました、内角際どいボール、ノーストライクワンボールです。さあ2球目、ボール、アウトサイドわずかに外れた、投げた、速球外れました、ダレックス集中しています。投げた、空振り、的を絞れません、ワンスリー、投げた、ストライク決まった、ツースリー、ツーエンドスリーから投げた、掴みました。右バッターボックスは渡辺、今日初めてのバッターボックス。さあプレー再開です。第1球を投げた、直球ボール、まずは高め、さあ2球目、速球高めボール、投げた、ボール、チェンジアップ外れました、ノースリー。第4球を投げました、渡辺、選んでフォアボール、志向月、ストレートのフォアボールを与えます。ランナー1人置いて迎えるバッターは秀則、ドラゴンズここまで8安打、まずは1塁牽制、ランナー戻ります。さあ1球目、まっすぐ決まった、ストライク、足が上がった、投げました、スライダー決まってツーマッシング。8回の裏、ドラゴンズの攻撃、打った、少し詰まっているか、キャッチャー前方のフライになりました、阿部、手を上げて掴みました、スリーアウト、チェンジ、結局一塁残塁です。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは1番西、今日はヒットが1本、ピッチャーを交代します。岡本、マウンドを降りまして岩瀬、登板です。スライダー見送ってストライク、投げました、ボール、スライダー外れました、ワイドワン、打った、痛烈な当たり、ショートのグッドビー、抜かれた、レフト前ヒー、ボールは中継。今日ツーベースを打っている清水、ボール、速球外れました、投げました、打った、サイドハンドで二塁を打った、二塁アウト、一塁もアウト、ゲッツー。さあいよいよあと一人、今日渡っているローズ、スタンドからは必死の声援が続いています。打った、打球は左中間に飛んでいる、掴
掴みました。試合終了。